産官同立模試申し込み受付中。自宅受験だけでなく同社大学での受験も可能。申し込みは9月22日まで。詳細は動画概要欄の URL をクリック。本だからこうしないといけないのっていう、ことがあります。かなり多くの子がそうするべきではないかというふうに思ってますんで。こんにちは、マナビズの矢沢です。本日はですね、関先生のザルールズ英語長文問題集のこの使い方についての動画を、作っていきたい、撮影していきたいなというふうに思ってます。いや、そんなこれ本書にね、本書の使い方っていうところがあるから余計なお世話でしょっていうふうに思われるかもしれません。そうなんです、余計なお世話なんです。そんなんもうこの通り書いてある通りにね、やってくれたらいい。 もちろんそれだけで非常に効果が出る参考書、これ名著です。英語長文会のね、名著な参考書なわけなんですけれども、ちょっとなんかこう使い方ミスってる子いないかなと思って、そのせっかくいい参考書なんだから、もうこの本に書いてるもう随の随までですね、もう吸収しちゃいたい。それができるですね、使い方、まあ、こういう風な順番でこういう意図でやってほしいなっていうことをですね、講師視点でですね、ちょっと皆さんにお伝えできればという風に思っております。あとね、ちょっと僕がこの参考書を名著という理由はね、もういっぱいあるんですけど、まあもう細かく挙げ出したらきりないんで、まずもう本当に細かいところまで、もうかゆいところに手が届くというか、あそこまで解説してくれてるかありがたいな。ここに出てくる文章が解けるようになることだけではなくて、英語長文でこういうものが出てきたらこういうふうに対処するんだっていう、より抽象的なルールを学ぶ参考書、そういうコンセプトで作られているものなので、この参考書から卒業しても他の英語長文の参考書とか過去問とか模試とかでも使える力がやっぱりしっかりつくっていうところがあるんですよね。あともう一つ素晴らしい点があって、まあ、受験生が使い方ミスりにくい参考書なわけですよ。使い方ミスりにくい参考書って何がいいかっていうと、例えばめちゃくちゃいいこと書いてるんだけど、100人に50人は使い方うまくね、正しいやり方でやってるから成績伸びるけど、他の50人はやり方ミスってるから著者が意図してるように成績が伸びないっていう、その設計になってる参考書と、いやこれはもう言ってる通り書いてる通りにやってたら100人が100人成績伸びるやんっていうものがあったとしたら、もちろんその後者に寄ってる参考書の方が優秀なわけですよね。でこのザルールズもかなり後者に寄ってると思うんですね。でその中、ただその中でも、いやちょっと 100% 使いこなそうぜっていう風に思う部分がちょっと生徒たちを見ててもねあったんで、ちょっとね、そこをですね僕伝えていきたいなというふうに思っております。はい、それではね、早速、使い方についてお話ししていきたいんですけど、ザルールズ自体に書いてる使い方としては、流れとしてまず時間を気にして問題を解きましょうっていうのがまず一つ目で、二つ目が、問題解説を、しっかり読みましょうと、読みましょうと。で、3つ目に、本文の構造解析がなされてるんで、そこで、しっかり構文とか、単語とか覚えることを覚えましょう。で最後に、音読をして仕上げですっていうふうに、この4段階で書かれてるんですね。問題を解く、問題解説を読む、本文の解説構造分析を読む、音読するって書いてるんですけど、ちょっと考えてほしいんですけどね、僕はこの順番はちょっと違うんじゃないかなっていうふうに正直思っていて、もちろんそれでできる子はいます、できる子はいるんですけど、皆さん授業とか、例えば関先生が英語長文の授業をする時を想像してほしいんですけど、みんなに問題解いてきてもらいますって言って、で最初の解説を問い1の解説からするって僕しないと思うんですよね。絶対に本文読むところから始めると思うんです。そうでしょ、まず一段落で、問題がなかったとしても一段落って英語ってめちゃくちゃ大事だから、タイトルを読んで一段落を読んで、一段落でこういう風に思ったから次の展開こうなんじゃないか、筆者の主張はこうなんじゃないかって思って、どんどん出てきて、問題が出てきた瞬間にそれが問1だったら問1の問題の解説をする、こういう風な授業構成になるはずなんですね、通常。そうです。でもそれが、結局本文を読みながら問題を解いて、本文を読みながら問題を解いてっていう構成が、英語長文の問題集の構成上、書籍の構成上できないから、問題解説を前に持ってきて本文の解説を後ろに持ってきてるっていう構造になってるわけですよね、構成になってるわけです。っていうことはですよ、みんながやらないといけないのは、まず問題を解く、解いた後に文構造の解析分析っていうのをしっかり読んで、本文をしっかりと構造解析する。ただそれだけでは読んだことにはならず、
訳せるようになっただけなんで、その訳をもとにどういうふうに問題にアプローチしていったらよかったのかっていうのを問題解説読むっていう、このちょっとした順番の違いだけで全然効果変わると思ってて、はい。なんで、ちょっとぶわーっと喋っちゃいましたけど、僕が思うことをちょっと言っていきます、はい。これはでも万人に当てはまるかなとは思うんだけど、万人に当てはまるかなどうかなとは思うんだけど、かなり多くの子がそうするべきではないかというふうに思ってますんで、もしね今ザルールズこれからやろうとか、ザルールズ今やってるっていう子でちょっとこのやり方で合ってるのかなっていうふうに思った違和感はですね、多分、僕の話を聞けばですね、解消されると思いますので、そのやり方でやっていただきたいなと思います。それでは、まず僕がおすすめするザルールズの使い方です。学びズムの矢沢がおすすめする、ザルールズの使い方です、はい。まず最初に問題解きましょう。そりゃそうですね。で、関先生はその書籍の中で時間を気にしてね、ここでのなもうすごいのよ、もうここにちょっと本文 のページ出しといてもらうけど、左上にさ目標時間で言ったら入賞版での目標時間と、この参考書やるレベルの子だったらこの目標時間っていうのが決められてて、意識してほしい時間はここの参考書をやる時点での目標時間の方を意識すればいいと思うんだけど、それでも時間足りないっていう子僕いると思うのね。まだまだ全然、特に、ザルールズのレベル1をやるような子だったらまだまだ全然時間間に合わないよっていう子もいると思うの。でその子たちってまだ多分単語もしっかり覚えてなくて、その構造とかもスラ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 解釈していくことができなくて、演習量もまだまだ未熟な状況だから、その段階で僕は時間気にしなくていいんじゃないっていうふうに思います、はい。だから、ルールズの3とか4とかもっと難しいやつをやる場合はですね、結構高い水準のことを求められますんで、時間を気にしてやったらいいかなと思うんですけど、レベル1、2とかはですね、そのレベルの参考書をやってる時点でまだ時間を気にして、みんな解くようなレベルじゃない。自分の志望校のレベルはここだからレベル1と2をやる、ここだからレベル1、2、3やる、ここだから1、2、3、4やるっていう風な形になっちゃってるんで、なるんで、このルールは学んでないみたいなところは出てくるんですけど、自分の志望校に合わせそこでやった分のルールだけはきちんと頭の中が整理されている状態、ルールが頭の中に整理されている状態だから、このルールを見て、あ、このルールの内容ってこんなんだったよなっていうのが分かる状態で何度も何度も復習するがマジめっちゃ大事です、はい。ね、めちゃくちゃいいこと書いてますからね。基本的に LY で終わるものって、副詞なわけですけど、その LY で終わるものは副詞ですよって解説にとどめるんじゃなくて、基本的に強調ですよと、すごくと逃げるような読み方ができるんですよっていうようなテクニックだったりとか、これうおーって多分受験生だと思うじゃないですか。で、あとはその羅列しているもの A、B、C っていう風なものって基本的に具体例なんだけど、抽象部分を読み取れてたら具体例は読み飛ばしていいだろうし、抽象部分筆者の主張が読み取れてないんだったら具体例のその A、B、C とか列挙されている部分から抽象部分を導き出すっていうような考えもできるよねって、こういうのって読解やりながらめっちゃくちゃ大事なんですね。で、できる子ってそれがやっぱできるわけですよ、ね。で、英語長文の授業でも講師たちは、そういうことを伝えてるんですけど、それが参考書になってるから素晴らしいわけですよね、はい。で、この3段階、ね、そういうルールを頭の中に入れていく、それができるまでがこのザルールズをいい形で噛み締めるというか、いいしっかりと吸収できてるっていう状態だなというふうに思います。で、あとはここまではもう僕ザルールズを買ったんだったらマストだと思ってるんですよ。そこまで絶対 やりきってほしいと思うんですけど、その上でまだ時間があったり余裕があるんだったら、白文を音読するっていう、音読のページついてるじゃないですか。で、音読するっていうところね、スラッシュリーディングでスラッシュが書いてるところで音読するっていうところと、僕は音読全肯定派じゃないんですね、はい。僕は全肯定派じゃないです。音読しなさいって言って100人が100人成績が伸びると思ってないんです、実は、はい。音読はいいものだって分かってるんで音読は進めるんですけど、進めるのも気をつけないといけないなと思いながら僕はやるタイプです、はい。で、それだったら音読よりもあの音読のページの、まあ、あの音読のページというか、ここに出しておいてもらいましょうか。この白文のページに構造をもう一回全振りする、 SVOC 名詞の括弧、形容詞の括弧、副詞の括弧、節の中に S'V'O'C' ね、句の中に S 丸括弧、でもそれもわーって自分で
書いてる方が僕は成績伸びるんじゃないかな、音読をなんか書いてるからとりあえず音読してるとか先生に言われたからとりあえず音読してるより SVO 紙書いてる方が成績伸びるんじゃないかなというふうに思います。はい、今のはあのおまけ、おまけじゃないんだけど、やりきれるんだったらそこまで、でも絶対にマストは、まず一つ目ね、整理しましょうか。まず第一に、問題を解く、最初は時間気にしなくて僕はいいと思います。で二つ目に、問題解説を飛ばして、文構造の分析で全て本文に SV 用紙を振っていく。で、3つ目は問題解説を読んで、問題解説を読んであなるほどねってなるだけじゃなくて、ルールまとまったページを見てルールが叩き込まれてるかっていうのを何度も何度も復習する、ね、でここまでがセットで、おまけとして音読とか白文のところに全部 SV 用紙振るとかっていう形までやれたら、もう姉に書いてることはマジでめっちゃいいこと書いてますからね、かなり受験生の読解力の向上に貢献するんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上でございましたね。この参考書にはね、あの参考書は僕もね出版したから分かりますけど、本だからこうしないといけないのっていう、ことがありますね、これ分かります。はい、ただ授業ではみんなに分かりやすいように本文を読みながら問題解説をする、本文を読みながら問題解説をするっていう形が、基本なので、そういう形でみんなも参考書を読んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは、今回の動画ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。